はいどうも、りょういちです。それでは、セブンデイズトゥーダイ、やっていきたいと思います。ではね、この雪の街の続きをね、探索しましょう。ゾンビがね、わらわらと出てきたけど、とりあえず片付けるか。よいしょ。よいしょ、一撃。いいね。雪男一撃なのはいいね。おおさすが、まちえてたぜ。 お、いいね、スキルカード。あと、前回ね、集めた荷物はね、一旦、あの、チェストを作って、ね、置いておきました。おお、スキルポイントカード。危ない、危ない。首をかきっ,っていくぜ。本当に強えなさすがマーチエイズだ。お、玉。レベルも上がる。アロエクリームか。おっと、なんだ今の。あ、クエストの、あれか。 ラジカセだよいしょオイルかで背後からあぶねあぶね本当に忍び寄ってくるね よしデーブは2人とも自爆しないやつかノーマルあっ3体もいる3体のデブだしかし全員自爆しないやつかどうということはねて励めよいしょ よし。あー、スタミナが切れてきた。やばい。スタミナが切れ出すとな、やっぱやばいからな。温存していかないと。よし。これが夜だったら、結構やばいよね。スタミナ、本当にすぐ切れるからな。走っても切れるから。 絶対追いつかれちゃうし。で、戦い続けるのは無理だしな。おお、弾が手に入るね。よし、こんなもんか。いいね。なかなか。うん、スキルカードも手に入ったし。ラジカセが2つも手に入っている。カセットプレイヤー。ウォークマン。クエストはまだ見つけてないな。ウォークマンの。 チャレンジカードあんまり見てないね。色のあの紫のやつとかね。あんまり今回は出てないぞ。よし、武器屋行くか。まあ、品質はね、そこまで期待できないからな。店の中まで雪まみれじゃねえか。本当に。どうなってんだよ。ラップか。ラップも別に。 いらないけどなこれは普通のチャレンジかなうんナースゾンビって書いてあったよしそしてあーしょぼいスクラップでいいか何もなしロッカーはブラス はしたがねだ箱は2個目どうだあーしょぼいなしかもまたここか同じところばっかりだうわトイレの中まで雪まみれか恐ろしい大したものはなしお水はいただいておこうああライト バルブねまだ本当に使い道が分かってないからねそんなに集めるべきかどうかもわからんけど数必要なアイテムだったらねまあ細かく集めといた方がいいからねよしそして箱ああらか。 トレジャーが2枚もゴミ箱の中に珍しいなこんな感じで2枚も入ってるのは結構珍しいなすげえそして箱はから読んでおこうかさばるしまあでもトレジャーうまみが少なかったからなまだうんスキルも取ってないしまだまだいいかバイクできてからでいいかそしてこっちの箱は何か 何か出てほしいなぁ。色悪くてもいいから。ああ、ショットガン。ソードオフショットガンだ。完成品の想像フショットガン。まあまあ、これはありか。ハッティングライフルストックはいいか。スチール、アローヘッド。一個かよ。そして、デスク。ああ、しょぼい。あと箱は二つか。何か来い。 もう少し。ああ、体だ。どうだ。ああ、しょぼいか。残念。やっぱ品質は、うん、本当にしょぼいね。やっぱり、出る気配がないね。他の色がね。残念ながら。金庫も開けるか。さあ、中身は、どうだ。ああ、金だけか。しょぼい。いいか、別に。残念。よし。 武器屋は終わりまあ、ソードオフショットガンがね、見つかったからいいか。これはもう売り物にするかね。割と高値で売れるからね。いいね。よし。次は、刑務所かな刑務所も金庫があるからね。金庫硬いからあれだけど、ピッケルが本当に1個ぐらい欲しいな。車からたまに見つかるからな。 可能性はあると思うんだけどアイアンピッケルが欲しいおヌードルよいしょお何でも種だあっちは墓地か葬儀場もある車はあからちょっとゾンビが寄ってきてる ストックとはライフルなのかスキル覚えてないからなあまだアッセンブルもできないよなあできないよねまあ,あスクラップにするかまあで割と高値で売れるっちゃ売れるから集まってきやったうわあ騒がしいあ取り囲まれている危ない危ないよし車だけ見ようあからか あのデブは、あ、あのデブ自爆するやつじゃん。ちょっとやりたいな。でもライフルで一撃で死ななかったから、この前。間違えてで行くか。間違えてで行ってみるか。連続間違えてで行けば、倒せるんじゃないかおっ。すれ違いざまに、間違えてで切っていくぜ。 危ない危ない。よし。OK ーー。あとあいつか。よし。連続で倒せるだけのスタミナを維持していくぜ。ほら。昼見もしない。危ない。よいしょ。危ない。危ない。よしよしよし。いいね。さあ。あーやった。ピストルだ。えー、っと、ラップとか捨てよう。ちょっと待って。ちょっと待ってください。よし。 OK! ーーお、いいねー、スキルカード。じゃんじゃんくれ、スキルカードは。お、缶詰も。缶詰も結構出るな。あ、これはウィンターグローブだ。ウィンター系の服もね、結構高値で売れたんだよな。これはどうだあ、276だ。割とまだ高い。よし。 やっぱり本当に間違えて強えわ。レジェンダリーだからっていうのもあるかもしれないけど。耐久度もそんなに減ってないんだよね。まだ。結構使えるよ、これ。包帯を使って。よし。アンチバイオティクスも結構出るね。バニラの世界よりポロポロ落とす感じだな。そして、車から。 何かか来ないか車は本当に来ないな本当によくマイニングヘルメット最初見つかったなと思うけど何も来てないな車から何もなしこれも金庫あるけどないいか硬いからねよしあこわ豚かよ びっくりするわ。豚が2匹もいる。豚が2匹に増えている。左右に分かれて走っていった。とりあえず、刑務所に行こう。あれ、暗くなってきたな。ああ、もう、ああ、もう30分で夜じゃん。やべえ。やべえな。30分で夜か。どうしよう。どうしようか。トラップもない現状。正直、戦えるとは思えん。 だから刑務所に行くのはありか刑務所で戦う。どうせ戦うならまだ刑務所の方がマシか。中を破れるかどうかなんだよな。刑務所の中を。それが、こう入れるかな一瞬ので。ここから入るしかねえな。急げ急げ。やばいぞ。奴らはそこまで来ている。よし。とりあえずここだな。 こ,こ壊しておけばなんとかしのげるかもしれないわ来てる来てるやばいやばいあーいるないやニワトリだったわうわびっくりしたーびっくりした普通にもう来てたわビビったーそんなにやばいやばい走るぞ走るぞちょっと待ってお前お前だけでも死んで走るから走らないで待って待って待って あぶね。あ、よかった。あ、ガソリンはいいか。よし、とりあえず。気配はなくなった。あぶね、焦った。もうす普通にしれっと来てた。ドアが壊れる音とかも全然聞こえなかったわ。俺がこっち壊してたからかな。カンカンやったら怖いな。怖いけど、やるしかねえな。よし、開いたぞ。中身は。 わあ、札束だけだ。残念。マジか。札束、何か使い道増えてんのかなこのモッドだと。わかんないけどな。お、ああ、これは。あ、これよくわかんなかったアイテムだな。コンベ、ビネーション、コンビネーションだな。何かわかんなかったんで、アンロックって書いてあるやつだもんな。ブリーフケースをね。これは貴重そうだからね。よし、いただいておこう。 うわあ、夜の雪のね、街。ライトはなー、今はいいかな。んー、いや、どうだスペースはまあな、なくはないから、持っとくか。せっかくライトあるんだったら、もっといってもいいか。あ、ちょっと待ってよ。缶詰。よし。 OK ーー。あとは、奥に進めるから、まだニワトリがいるよ。ゾンビの気配は、まんところないんだよね。逆に怖いけど。あっ、気配あるわ。怖っ。足音が聞こえるな。感づかれたか、若干。殴り始めた。まずいぞ。 来るかもしれないな変に横から来たりするからなあいつら怖いんだよあの扉から来ればいいけどせめて誘導してやるか最悪後ろのさっきのはしごのところに逃げ込もうこっちだぞ来るか まだかいないああここはでもそうか扉がないんだなそうかだから横の壁を破壊するしかあいつらには手立てがないわけかなるほど逆に怖いなどっから来るかわからんライトだけあれライトないなあったあったよし 来んなよまだ来るなよコンクリだったらまだ持つだろうよしこの辺だなこの辺にいるな完全にどこを殴っているんだよし一った向こうに行こう危険だやっぱスクラップスクラップアイアンアクスにしたら結構破壊力がだいぶ違うね ブラスか怖わ夜は本当に緊張感が増すねどっから来るか分からんからなよし壊れかけだリペアはできんなのかリペアできないんだな新しく作るにもね草が今ないからな草を 外に取りに行かないとダメだな死体は空よしあーゾンビいるいるオッケーライトは回収ああスクラップアイアンアークスがお社会になったか一旦スクラップにして草さえあれば草が2個あればね一応作れるから 草を回収しよう。刑務所の中にも草生えてるな。生えてるけど、ここ壊せる。ああ、結構硬えな。ここだ。ここが一番怖い。よし。草をくれ。よし。あれ、ベル上がった。よし、封鎖しとこう。そして、作る。 よしよしよし開いたそして奥に行くかさあこっちは静かだな若干よしこっちは敵がいなさそうだこっち側はあこんなところに死体埋まってるんだよし上のライトを回収するか。 したまたまとかくれあー何も持ってないやばいわああ見つかった今上から一瞬バレたなーやられたまずいぞやばいぞ一旦たくしかねえなまだ来てないよねこんな狭いところで戦うのは危険すぎる よし一旦こっちだ結構この金網フェンスも硬いねよしよしいらないもの今のうちにちょっと整理しておくかこの回復もそんなに使わんだろう草を集めておきたい センス度にはなってるからちょっとずつ掘り進んできそうだなあ壊れてるもしかしてそこどうなってるあ壊れてる壊れてるあーやばいもうもう時間の問題だこっちまで来るぞいや向かい撃つしかねえ来んのかな あ壊れたあ壊れたぞ今今全部壊れたやべえ探してんだああそうかもともとあそこで発見したからあああきたきた来たきた,来た,来た,来たどこ行くのあそっちから来る周りは大丈夫かな見テスマッチだよいしょーよしとりあえず一体だけだよかった声はするけど ああ、センス道になってるな。やっぱり一度戦闘するとな。やべえな。これはやべえな。この狭いところで建物に入って大丈夫かどうかなんだよな。問題は。結構怖いな。この、あ,あこれは硬えな。このフェンスは硬いから諦めるか。よし。 トイレ何もなし何もなし残念あとはこっちかよしさあまずはいらないかこの辺はスクラップにしていってゴミ箱もうん特にだな金庫2つと箱とガンセーフ よし、まずはこれだ。家てーやっぱ一個ずつがまだまだ硬い。よし、まずは一つ目。おあース、クラシック。これか、これ持ってたか。やばいやばいやばい,やばいやばい。やばいぞ。激しい。近い。かなり近かった。入ってきたかな、今。出て戦うしかないか。いるかな いないかいや、どっか壊してんのかもしれない。いや、いないな。ここから入ってきてる形跡があるからな。わかんないからな。よし、一応塞いでおくか。中になんかいる気がするんだよな。うわー、いたー。びっくりした。そこにいたー。雪男だー。怖い、怖い、怖い、怖い。本当に怖いわ。あー、そっちから来たのか。暴れてる、暴れてる。 めちゃくちゃ暴れてる。今か、引っかかってるのは今、チャンスか。よし。よし。届かんか。ちょっと届かん。よし、オッケー。よしよし。危ねえぜ。いないよね。いないな。よし、静かにあったけど。さあ、見るか。 えーっと、まあ、これはスクラップでいいな。クエストも、まあ、この辺はいらないアイテムまだまだあるから、一応持っていくか。あ,あ、しまった、スクラップが。まあ、後で取ろう。石斧も使い切るだろう、これ。よし、次、このちっちゃい金庫。さあ、中身はおおスキルカードと、ま、あしょぼいパーツ系か。うん、スクラップでいいか。 この辺もスクラップでもいいかな。そこまで高くも売れないしな。よし。次はガンセーフ。さあ、ガンセーフはどうだおーっと。あー、でもしょぼいか。ロングバレルとか。うん、ショットガンの弾と。残念だなー。ーまあ200とかで売れるっちゃ売れるから。まあ置いといてもいいか。ヌードルを食おう。よし。 そして、スクラップアイアンを、スクラップにして、えっと、これを、取って、あとラスト、この箱だ。さあ、武器ボックスから。ああ、空だった。マジかよ。残念。うん、こんなもんかな。こんなもんだな。死体とかも見たいけどな。鉄格子が硬すぎるんだよな。ピッケルが欲しいぜ。本当に。よし。 脱出だあっちから出るかもう朝が近いけど油断はできんなまだまだあとこっちの方かなまだ見てないなもしかしたらもうちょっと何か建物があるかもしれない行ってみるか。 怖えなせめてビールは飲んでいこうビールの硬化時間薄いからなでもクッキングの本は割と見つかるね本当に結構あるクッキングがどこにでもあるって感じだこういうでも外に出てるこういうやつから意外とレシピとかね 見つかりそうだし、ポストは結構レシピが入ってる可能性があるから、見ていくか、ポストだけでも。あーはあー、微妙だなうん、いいか。そこまでだな。ピッケルだったら欲しかったけど、斧はな紙ばっかりだ。クーラーボックスはあ、ビールだ。 お、そして朝になりましたね。やったぜ。とりあえず今回は無事に朝を迎えれた。敵もそこまでいなかったのが良かったね。お、このチップスか。チップスは別にいらないけど。よし、こんなもんだな。冷蔵庫。何もなし。 あとは、墓地があっちもあっちも、墓地が結構あるね。墓地は本当に何もないからな。棺、うん、まあ、モッドだからまあ、わからんけど、多分、期待値はそんなに高くないだろうな。棺の中もね。車の方がまだましかな。 あっちはゴミ捨て場ああ建物はもうないのかな車は空だああ建物はなさそうだなこの辺若干焼けた森が入っているおチェーンソーブレードの割と割とな感じのあれだな うんバルブ捨てよう。1個しかないんじゃ捨てるか。なんで犬、犬、なんで犬いるのちょっと待って。なんで犬いるのほら、待ちてよくないいて。一撃じゃないか。出血と感染。あぶねちょっと待って。犬いる、犬いる。ちょっと待って、待って、待って。焦るな。焦るんじゃない。よし。あぶね犬いるのかよ。焼けた森に、そうか。この元だったら焼けた森でも出てくんのか。ちょっと包帯、包帯。 よし。あぶねえ。ちょっと焦ったけど。なんとかね。なお、逃れたか。あ、レンチか。まあいらないな。スクラップでいいや。お、チェーンソーだ。おー、落としたね。チェーンソー。うーん、品質がそこまで良くないが。まあいいでしょう。まあ、レジェンダリのチェーンソーも,もう持ってるからな。売り物にしてもいいか。 そんな高値で売れるのかあ、高値で売れる。やったぜ。お、そして、食い物。ああ、犬が出てくるとはな。ちょっと焦ったな。2体も。ん焼けた森だからかな。出てくんのか。普通に。恐ろしいぜ。カーボーイブーツ。 ここら辺はでも草原。あ、犬いるわ。まだ向こうに。やばいやばいやばい。いや、しとめておくか。犬は本当に遠くからでも鍵つけてくるからな。よし。OK。あ、ここ焼けた森じゃないじゃん。荒野じゃん。だからか。荒野だったわ危ねえな。地雷もあるかもしれないが。危ねえ危ねえ。うかつだな。本当に。 雪のあれで見えなかった雪の視界の悪さでまさかここが荒野だったとはああ玉あでもサブマシンガンの玉か今はいいやいやスクラップにして持っとことりあえずまだブラスにちょっとでも変えておくかよいしょ デブは何もなしこいつらも特にあーあのデブ自爆デブだ自爆デブよし間違えて3発で死ぬからうまくほらあしまったよしあ2発で死んだよしよしいいねあーセンスドになってるけどおおさすが自爆デブ 感染を言えば直しとこうよしここは荒野やか危険だなああ微妙な色でも壊れかけだうんスクラップ修理できないからさあ車ピッケルくれあーダメかピッケルがまじで欲しいんだよな俺水うん こんなもんだなうわあ、荒野だ。荒野ということは、やっぱ、ゼルゼロのあれが近いのかもしれないな。ゼ0ゼの町、多分おそらくここら辺にあると思うからな。わかんないけど。とりあえず、じゃあ、ま,あ、まこの町は、だいたい見たね。この辺は何も建物がなかったね。うん。結構、スカスカ、スカスカな感じだね。東の方はもう、あれか でもまだ続いてる。もしかしてここが00の町なのか。あ、犬いるわ。犬もまだまだいる。あ、町の、あれは景色がまだ続いてるね。あの道、道道が。ここが00の町というオチなのかないや、そんなことないよな。建物がだって普通だもんな。犬来た。どっからともなく。よし、焦らなければ。あれ死んでない。 ちょっと待って、死んでないの。あー、ちょっと待って、待って、待って、待って。で、多いから、多いから、ちょっと待って、待って。ちょ、交えてね、交えてね、持ち帰ってよ。早く、早く交えてね。よいしょ。よいしょ、危ない。ちょっと危ないよ。犬多いなぁ、さすが。さすがだなこうや。さすがに、交えてでも、なかなか、苦戦するぞ。他にも強いやつが潜んでるかもしれんしな あれまだ生きてたのお前町の一応ああ切れ端かなここがようやく道の切れ端だねああようやくここで終わりだね多分違うよね00の町はだってそもそもあの廃墟になってなかったもんねここが建物が全部ちゃんとしっかりしてたからあいぬ来てるじゃんちょっと よし、危ない。あ、犬来てるじゃん、ちょっと。焦るな、焦るな、引きつけろ。よし。OK ーー、確実に仕留めていく。あ、多いな。犬の頻度が結構半端ねえぐらい多い気がするわ。マジで。よし。だがまあ、この町は大体終わった感じかな。 あっちの方も特にないよね。ああ、葬儀場が見えてきたから。うん。これで終わりだね。この町は。よし。あとはまあ、ちっちゃい家とか、ゴミ置き場が山ほどあるだけだから。まあ、適当にまたね、ちょこちょこ調べておこうか。怖っ。よし。まあ、収穫もそれなりにあったか。うん。売り物とかは結構見つかったし、クエストアイテムとかも見つかったから、割といいね。 ストアイテムも売れるんだな一応よしじゃあまあ今回はこの辺にしておきましょう近々廃墟の町にね行きたいね報道前かあ微妙だな4日だからな微妙だよね報道前になるかうん報道後になるかは分からんけど一回でもあっちの拠点に戻ってあの仮拠点に戻って荷物整理だなで ここにチェストね、置いたんだけど、これ、まあ、ここに置いとくもの、ま、あこの、本拠点にね、あの、持っていくものをね、ここに、とりあえず置いといて、って感じで行くか。おい、来ちゃったよ。結構な数の、ゾンビどもが。あぶれ、ね、やってしまった。スタミナがね、スタミナがね、おちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。やばい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 。やばい,やばい,いてっ、やばいぞ。あ、やばい。 ああ、マジか。ここに来て、スタミナ不足。焦ったな。油断だな。完全に最後油断してた。スタミナあんなにないか。あったか。やっぱ本当に、そこだな。スタミナの管理だ。せっかく調子良かったのに。まあ、戻ってこれたからよしとするか。死んでしまった。いやー、ちょっと死にすぎだな、でも。 気をつけないと。ホードでは死なないように行きたいな。まあ、とりあえず、あの、売り物はここで売れるから、これで、売って、えー、整理して、もうじゃあ廃墟の町に引っ越してもいいな。売るだけ売って、何かまた買って、次回廃墟の町に引っ越すか、ちょうど。で、リュックと荷物とか取ってね、回収して向こうに行くっていう感じでも良くなったな。そんな感じにしよう。 というわけでね、今回はこの辺で終了します。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。